え、まろやか、なんか滑らかですね、水が。違いますか、全然ね。うん、いただきます。うん、すごい、こしがすごい。はい、ということでこちらね、水が有名なクルリではお酒をね、作ってるところもたくさんあるということで、今日はこちらの東平酒造さんにやってきました。ちょっと中をね、見学させていただきたいなと思います。では、レッツゴー、行ってきます。はい、じゃあ、すごい、実際にこちらでもすごいですね。もう販売してるんで、うわー、7年、私で、9代目で、はい、で、まあ、うちのお酒は福祝いっていう、はい、祝福の逆です、うん、が代表銘柄ですね。くるり、お水がね、綺麗で有名で、くるりはお水が豊富で、やっぱその綺麗な水で作るとまた違ってきますね。やっぱ水は大事ですね。大事なんですね、酒造りにとって。うん、はい、で、まあ、うちのお酒はどっちかというとこう、はい、キリッとしたうん、男前なお酒です。男前なお酒、はい、いいですね。はい、ふんわり香りが香って、はい、うんうん、でスッと切れるタイプ。さっきあの駅前で、ね、はい、飲んだんだよね。なんかまろやかな感じが、はいはい、水どう違ってきますか。くるりの水はどっちかっていうとこう香水なんですよね、はい、軟水より香水、はい、香水で作るとあの辛口のお酒になるんです。味が変わってくるんですか。そうなんです。で、軟水の酒で仕込む、水で仕込むと甘口のお酒。京都のお水は軟水なんですよね。はいはい、伏見のお酒は甘口タイプで、兵庫県の酒どころの灘は香水なんですよ。はい、あそこはやっぱ辛口タイプの酒が多いですよね。そうなんですね、全然知らなかった。水によって全然違う。水とお米、あと作る人、人によって、はい、この 3点が一番大事。うわー、いや、それはもう代々受け継いでるんだし、はい、本当にそうですね。いやー、すごい、はい、それは素敵なお酒がこの2割9分って、今海外で香港とか台湾とかで結構人気が出てる。海外でもこれが一番よく出てますね。同じ福祝いでもいろいろあるんですね。そう、いろいろあるんです。ほうほう、なるほど。こっちは若干控えめで料理と一緒に飲んでもらえると、あとキレのいいタイプでスッと切れる。こっちはこう膨らみがあってふわっと香りが香る。これで純米がこれよく飲食店さんで使われてるお酒なんですけど、2番目に人気があるお酒なんです。あんまり普段これ飲まないんですけど、飲めますかね。はい、どうぞ。うん、飲める。飲みやすいです。あ、飲みやすい、はい、大丈夫。あんまり飲んだことないんですけど。日本酒を、うん、え、美味しい。なんか甘いです。甘い、甘い、うん、めちゃくちゃ甘い。いい香りでしょ。はい、うん、これが本来の日本酒。あの市場に出てるやつはほら臭いのが多いじゃないですか。え、いかにも日本酒って感じの、はい、普通にスーって飲めちゃいました。そうです、飲めました。で試飲もできます。ぜひぜひ皆さん、はい、こちらね、駅から、ね、すぐですもんね。そうです、ぜひぜひお立ち寄りいただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さて、今度は久留里駅前にですね、酒ミュージアムがあるということでやってきました。ちょっとすごいね、いろいろあるね。早速こちらのね、酒ミュージアムさんの中を見ていきたいと思います。さあ、千葉君、案内よろしく。えっ、わあ、すごい。なんかこうやって見るとこんなに種類あるんだね。うん、すごい、すごい。気になるね。は
い、上総八蔵のお酒をこう一堂に展示しております、うん、あーすごいいっぱいもう360度お酒のやつみたいうんね、ほんとね口を見ていいよと、あのここに札がついているやつは試飲をできまして、はい、今、ね、はい、15種類のお酒が試飲できるようになっております。飲み比べできるんですか？はい、飲み比べができます。いろんなところから集まってるってことなんですね。はい、いろんなところの酒蔵さんから、うん、あの来てあのお酒来てるので、はい、飲み比べて味の違いを楽しんでいただけます。いやー楽しそうです。はい、ということで今日はねお越しいただきました宮崎酒造の社長さん、宮崎社長にお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。どうも。酒っていうのは、まあ、基本的にあのくるりのこのくるりの町には酒屋さんが4軒あるんですね。ここには八蔵の酒が集まってます。基本的には皆さん井戸水ですから、はい、下掘って水から、うん、下から水をあげて作ってますので、うん、蔵によってやっぱ酒の作り方も微妙に違いますので、うん、あとは作る人の腕とかもありますけれど、お酒っていうのはあの、はい、すぐできるもんじゃないのでね、やっぱり時間かけて作るもんですから、うん、そうですよね、まあ、その間でいろんなことがありますので、まあ、それによって味も変わってます。このお酒どのぐらいかかるんですか？うん、やっぱり一つ作るのには1ヶ月半ぐらいかかりますね。じゃあこちらちょっと中枠の後ろにちょっとうちの展示してありますけども、うちの銘柄は峰の瀬っていうんですね。峰の瀬、はい、でまああの通常の大吟醸とか吟醸の純米酒とかで、こちらの方はあの銀からって吟醸辛口っていう意味なんですけど、辛口でさらっとしたタイプの酒になります。 40% がぬかになって、で 60% の大きさのお米でお酒を仕込んでる。あら、ありがとうございます中枠やったよ、生きた水、くるり、お水いただいて、やったじゃん。はい、お持ち帰りくださいませ。はい、ということで今日は1日くるり散策をしてまいりました。皆さんいかがでしたでしょうか？ね、いろんな美味しいお水に、お蕎麦に、お酒もたくさんね、駅前のね、近くでたくさん満喫できますので、ぜひこちらくるりの町に遊びに来てください。それでは、またね、バイバイ。やった。最後までご視聴ありがとうございました。千葉くんかわいいな、会いたいなって思った方